渋沢栄一の新1万円札をはじめ、5000円札と1000円札が20年ぶりに切り替わります。一方、県内の飲食店では、券売機の更新が間に合わず、対応を迫られる店舗が出ています。長岡市のラーメン店、一心。煮干しで出汁を取ったあっさり系の醤油ラーメンが人気です。注文を受けるのに券売機を使っていますが、まだ新紙幣に対応していません。一応メーカーとの打ち合わせで、一応まだ順番待ちという形でまだ対応していただけてない状態ですね。メーカーにシステムの更新を依頼していますが、順番が回ってくるのは今月下旬の予定。それまで新紙幣を使う客には旧紙幣と交換して対応します。やっぱりちょっと大きな手間になりますので、なかなかちょっと難しい部分はあるかと思います。ちょっとお待ちいただく場面も出るかと思いますけども、十分対応させていただきますので。材料の値上がりや光熱費の高騰が続く中、券売機の更新におよそ16万円かかる見込みです。さらなる負担もメニューを値上げする予定はありません。1000円以内でラーメンとチャーハンを一緒に食べていただきたいと思っておるので、お客様からもやっぱり1000円かなっていう声はあるので。対応が道半ばの状態の新紙幣、県内の銀行などでも明日午前から利用が始まります。